どうも、くまです。今日は第91章やっていこうと思います。よろしくお願いいたします。おお、水か。なるほど。つまり、ルール全ては…私のあり方、青少女はもちろん、どうかしら。そこまでにしてちょうだい。あ、いや。でも、ロゼッタが元気そうで離れ離れになっちゃう顔してみたい。もうずっとと…イノちゃん、あなたたちは本当に…それで？そうね、私の母としての力、ロゼッタはこの…この青少女たちとの激戦、武器を持つものだからこそ。お母さん頑張っちゃうわ。好き嫌いはダメだ。陛下が家族って言ってたのか。大丈夫。あら、そう、ごめんね。いや、ただもてなしを。そうね、そう、ちょっとしたことです。さっきまではずっと。それであなたはエキドナのいない場所で、でもエキドナの言っていたあの少し強引な歓迎も、いえ、全員、あの子は最初から。お母さん、おほほフリートさんと戦ってんのか、フェニックス。オッケー、喧嘩止めようぜ。まったく何やってんだよ。いやーじゃないよ。何やってんだよ。いやでもなんか青少女がこんなにいっぱいいる島ってのも結構グラブルの世界から見ると夢があるよね。これはオートでいいっすね。もう火同士で喧嘩するんだね。オッケー。ふむ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 。それで、それを警戒してた。それで、怪しい人、その人影って、おい、ゲンが喧嘩の元かよ。それで、あとは、あ、けれど驚いた。いや、で、それで、で、とりあえず、参ったぜ。なんというか、とりあえず。それじゃ、喧嘩の仲裁。そうね、本当に。あらあら、まずは行方を。まあ、ブイじゃ。どうして、ん、あなたたちと旅を重ね、みんなあなたたちのことが大好きで。すまない、私たちはみんなそれに、あの子たちはだから、それをどうして、それでも、それなら、もう一度改めて。なんかちょっとエキドナ怖いね。戦うことになっちゃうのかな。これは光で行きましょう。ああ。一つだけ信じてほしい。私にとっては幸せのから戦わなく、あの子たち。ここで。
私は、でもだからこそ巣立つ避難をする。でも一つでも多くの子供の可能性、青少女はそれならもう生まれに縛られ、私はただ、しかしよ、そうね、今だって愛するって、さっきも言ったよ。だから面倒なお母さんでごめんね。激怒な味方になんないかな。まずは愛、思えばポート、それ旅を振り返って、俺たちはポート、あいつらはダメよ。だからしかし今回の件、まあでもほら、ま、俺はそこのバカにしていいってこと。ごめん、パーティーが弱いんだ。ちょっと勘弁してくれ。いやーこれはしまったな、これは厳しいぞ。どうしようか。とりあえず弱点はないから、なんとかなりそうっちゃなりそうなのかな。うわー、さすがに強すぎないかこれ。しかもリヴァイアさんに限って言えばさ、1で打ってくる。うわー、えぐいね。どうすっかこれ。ああ、再生の雫は助かったわ。まだで常に壁は張っとかないとやばいなこれ。いやこれなんでこんな厳しい戦闘してるんだ。これでもうちょっとまで減ってくれれば嬉しいけど、あーさすがに硬いね。まあでも残り 4%、再生の雫で回復したけど、まあ範疇でしょう。ここはリヴァイアさんに単体防御ダウンをかけといて、倒せる前提で動こうか。これはもう殴っちゃう、再生の雫と。あぶね、スロー入れるとこ。ここでオーバードライブです。リレーかけといて、いやー厳しい戦いしてんな。あ、奥義打っちゃったけど、まあいいか。これならもう一回打てるか。よしよしよし、ブレイク持ってったのはでかい。ここはルシ使っておこう。よし、これで決まるかな。テンションアップも使っといて、どうでしょうか。まあ決まるんじゃないかな。いやー危ねえ危ねえ、召喚石とパーティーを間違いやすい。
オッケーオッケー、次は間違いないように。ルシと光と、俺たちの旅さ、ここから先はこの気配、あの子たちは、そうね、そしてそのあの子、私がロゼッタ、ユグドラシル、あそこで笑いなのに、コロッサスだって確かにちょっと師匠が持って、だから行きます。不安になる。たとえ今は仲間行きましょうか。コロッサスもユグドラシルも、これはそう、ユグドラシル、この子たちはどちらも、けれど同時にこれから先の旅でもコロッサスとユグドラシルってことは、そうね、さあカロサス、ユグ口先だけじゃない、だから試して、そうしたら、オッケーオッケー、なんで戦闘になるのかよくわかんないけどな、なんで力を見せなきゃいけないんだよ、もう一回。さあね、見せてやるか、2体同時でもな、戦えるところを見せてやるわ。とりあえずめんどくさいコロッサスから倒さないといけない。まあ結構弱い設定になってくれてるのは助かるね。普通のマグナだったらこれもう壊滅的やからね。まあコロッサスは撃たれない前提でユグドラシルにキレイかけていきましょう。まあヒート打たれるけど、行きますか、奥義を。まさかこんな混戦になるとは思ってなかった。ちょっともったいなかった。まあ一旦待った。大丈夫でしょう。あ、これは撃ってくるんだ。あ、でも威力弱いね。あ、まあいいや、ディレイかけちゃったけど、まあいいでしょう。これはあとはオートでいけますね。オーケー。この空の、はい、それではご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。